今日も。まもなく一個の太陽が。沈もうとしています。今あの。一個の太陽と。申しましたのはですね。 もし太陽が2個3個あったら一体世界はどうなってるかと。ねだからあのあの太陽が沈んだ後ににんか別の太陽が昇ってきたりあるいは2個同時に昇ってきたりあるいは3個同時に昇ってきてもうそれこそ灼熱時刻になりますよね。 そんな環境でで人間はですねあるいは生命体っていうのは生きられるのかどうかというこういうお話ですで3個の太陽っていうのは実際にあるのかと言いますとねあるんですね、えー、皆さんあのー、この太陽に一番近い 星、恒星はどこだかか知ってますか、うん、天文に詳しい人は知ってるかもしれませんけどもアルファケンタウリですねアルファケンタウリケンタウルス座のアルファーゼ。 1こう一個の星座があって、あこれ順にです、ね、アルファ星、ベータ星、ガンマ星というふうに名前を付けますから、まあ、例えばですね、オリオン座、オリオン座ベテルギウス、これがオリオン座のアルファ星。で、すねで、ケンタウルス座ってのはですね日本からは見えないと思います。沖縄行き見えるのかなあの 南半球の星座なんでほらあの南中字星ってあるでしょ南中星あのそばにあるんですよ、うん、ケンタウルス座の一番明るい星なんでケンタウルス座アルファ星アルファケンタウリでこれはですね肉眼では1個の星なんですけども望遠鏡で見るとですね2つに分かれているんですね でさらに最近分かったことはもう一個非常に暗い星がくっついていてつまり3個3個の太陽がお互いの周りをこうぐるぐる回っているってそういう星なんですよ。でこの3個の物体がですねあの要するに天体のこの光点っていうのはその遠心力と重力とのバランスでこの一定の ルートを辿ってるわけですからまあその太陽系みたいにね恒星が1個でその周りをあの惑星がこう規則対策回ってるってのはすごく理解しやすいんですがこれが2個もし2個の太陽の周りに惑星が回っていったらその軌道どうなんだと。うんそれは3個になったらもうほとんどこれねあの予測不可能 らしいんですよ物理学では、うん。で仮にで仮にというか、まあ、そのアルアケンタウリーにはもう惑星があるって分かってるんですよねだからもしそのアルアケンタウリーの惑星から見たらまさにですね3つの太陽がこう上ったり降りたりするってそういうことが起こってるわけですよねこれすごいことですよね先ほどあの一番近いと 申しましまたが太陽から、えー、どれぐらい近いかって言いますとですね4光年ちょっとなんですね4光年ちょっと光の速度で4年ちょっとかかるんですよこれってあの宇宙規模ではすごい近いんですよもうご近所って感じなんですよねうんその手前には構成はないんですようんえっ、ー、とシリウスっていう あの有名な星がありますね地球から見える一番明るい恒星ですけどもシチリウスオオイヌザノワルファーセですねあれがね8.5光年あつツバメだツバメが飛んでましたこっちにももう夏か後ろ側に今田植え始まってますねなんだっけ シリ,ウスね、シリウスが8.5光年なんで、えー、とアルアケンタリーはねその半分なんですよ半分うんですから地球から電波を送ると、まあ、電波っていうのは高速ですから、えー、4, 4年ちょっとで向こうに着くんですよねそうで仮,や仮にや仮にそのアルアケンタリーの惑星に知的生命体がいたとしてで地球からの電波をキャッチできるとすると でそれですぐに返信していただきますとですねまあ行って帰って8年ちょっとで連絡は取れるんですよこれって何かワクワクしませんかこれねまあその 3つの太陽という過酷な環境で果たしてそ,のそもそも生命体がいるかどうかという問題は置いといて仮にその問題をクリアしたとしてしかもその進化の結果ですね、知的生命体が生まれたとしてえ地球とのコンタクトが可能かもしれないと。で実際にそのアルファ検 タウリ惑星星人がですねあのこちらにおいでになるとするとこれはちょっとかなりハードル高くてつまり光のだからまあ実際にはもしねじゃあちょっと地球からねなんか連絡があったから行ってみようとなってでこっちに向かってくるとするとさらにですね何百年何千年あるいは もしかしたらなんか向こうの方が進んでいて何十年で来るかもしれません先日ペンタゴンアメリカのね国防総省が未確認飛行物体の画像を公開しましたねしかも「未確認飛行物体 UFO」というタイトルで 発表ししたたニュースが流れましたね、こちらいや。こういうのね、僕大好きなんですよ。うん。僕ね、子供の時にね、見たことあるんですよ。あれは小学校6年生かな。今日みたいにね、夕日を見てたんですよ。そしたらね、その、ま、手前ですね。に 光がね光がずーっと僕から見て右から左にこう光がこう飛んできてで飛行機かなと思ったんですそれがねこうやって飛ぶんですよ。そうって思ったのはああ。 世界にはわかんないこといっぱいあるんだって思ったねであの頃からあのこういう話ってのいっぱいあってですねで、ほらあのアメリカのロズウェルでしたっけ宇宙船らしきものが落ちたとかね宇宙人を捕獲したとかねいろんな話があって中にさらわれちゃった人とかの証言とかあってね、うん、でも一貫してアメリカ政府や軍がですね それを認めたことはなかったように思いますよだから今回の発表は,あれは一体何を意図しているのかね。何かの間違いですって言って目察すればよかったのになんで今発表したのかということがちょっと気になりますねもしかしたら少しずつ情報を出していって後でびっくりしないように という意図があるのかなの、うん、で今日はねなんでこんな話をしてるかっていうとねある本を紹介しようと思ったんですよ。これはもう最近僕の読んだ本ではもうちょっと飛び抜けて面白かった本ですね。うん、最近は結構時間がああるから今まであの 全読状態だった本をどんどん読んでるんですよねこれはね面白かったんですようん三体というんですね三体あ、今度はひばりだひばりくん三体、三つの体うんっていうタイトルで英語のタイトルがね 言うんですよその「三体」っていうのがねあの冒頭にお話をした要するに3つの太陽のことなんですよね、うん、つまりこれは舞台がアルワケンタブリなんですよそうそれでこの話の面白いのはねただの,その空想じゃなくてねそれがね現実の中国の現代史とつながっていてねで主人公がね 中国の女性の天体物理学者なんですよ。で学者一家でお父さんも有名な理論物理学者でただし、えー、60年代にですねあの例の文化大革命ってのがありましてね。でお父さんが、あのー、アインシュタインのね相対性理論とか あるいは量子力学をですね講義していたと大学でこれがですねブルジョワ的であると <laughs>、えー、しかもその量子力学とかですねビッグバン理論っていうのはその神の存在を否定してないっていうんですよでそれはですねそのユー論的な科学的なこのマルクス主義に反するっていうんでその抗衛兵に囲まれてでまああのー。 バリ雑言で殴る蹴るの暴行を受けてでお父さんがですねリンチで殺されちゃうんですよで彼女は目の前でそれ見ていてねで心に深い傷を負って復讐を誓うんですねでそれは単にその共産党に対する恨みのみならずもう国全体がですね認めていたわけですからそういう非道ですね で彼女はもう完全にその人間不死になっちゃってもうね人類全体に復讐しよようと考えるんですよ、うん、でその本心は隠して自分はねその宇宙物理学の研究に没頭してそしてあまりに優秀だったんでその共産党からですねあるプロジェクトを任されてそれは地球外生命体にメッセージを送るっていうプロジェクトで。 うん、そのプロジェクトを彼女は自分の復讐のために使うんですよつまり人類はもう腐敗堕落して救いがないからあなた方を地球に向かいますとあとねその あっちの世界ですねあっちの世界をどう描くかっていうことですよね。でそれをですねコンピュータゲーム、うん、VR のですね3次元のコンピュータシミュレーションゲームの設定という形で描くんですよ。うん。それれであのこれがまた面白くてね ほら、ゲームだからあの設定は何でもできるわけで、えー、と参加者参加者がですね、まあ、いろんなそのキャラクターを選んでそのゲームに参加してるんですね。うん、である場面ではですね始皇帝、ね、始皇帝とですねアイザック・ニュートンとですねあとフォン・ノイマンとですね、えー、とあとだっけなガリレオか <laughs> この4人が登場してねそれで、あのー、この、ね、3体問題3つの対応の シミュレートをどううするかということでただまだそのコンピューターってものがないじゃあど,どうやってその高度な計算をするかっていう時に始皇帝がですね自分の軍隊軍隊を使ってね何百万人もの兵隊を使ってそれでね、IC、チップを作るんだよねそうであの前の兵隊の旗を見てお前はじゃあこ,この旗を立てろみたいなこう,こういう時やって。とあの結果的にその 地上にですね巨大な IC チップができるっていうそう,そういう話とかですねやこれは面白かったなぁえっとね書いた人がね「竜磁金竜磁金竜」リュウジキンリュウってよくあるあの中国人の竜さんですね「ジは「地愛」「地愛に満ちた」の地ですね「金」キンは「近い」って字の信用がないやつに「書ける」か「書ける」ですね、はい 中国名がリュウツーシンかなうん。でこれがねんで有名になったかっていうと英語に訳されてそれがねアメリカのねアメリカというかアメリっていうか世界のだなあの SF 文学に贈られる一番名誉ある賞があってね「ヒューゴー,ーっていうのがあるんですよ、うん。これをゲットした。うん しかもあの英語以外の SF 文学としては初めてという快挙でだからテーマがですねすごく普遍性を持ってるとうんああひばりがひばりが泣いてますねそれでバラック・オバーマが大統領時代にこの英訳されたのを読んでですね それでこれはすごいって言ってあのー、リコメンドしたんですよ、うん、でアメリカでは大ヒットしてでその影響で日本でもだからまずその中国語の現象が英語に訳されてそこから今度日本語訳っていう、まあ、そういうことらしいですうんまあもちろん中国はああいう国ですからね共産党の検閲は入ってますよ当然、うん、だけどね 決しして建築に媚びてにびるわけじゃないし読みようによっては読みようによってはですねこれはあの反体制文学とも読めるんですねつまりその主人公が、ね、地球外生命体の力を使って反体制論とやるんですからね、うん、から逆に僕はねよくこれがその中国の検スを通ったなって思いましたね、うん、まあファンタジーだからいいやと思ったのかないやななかなかね 中国現代文学はですね侮れないですよこれははいで僕読んだのは三部作の第1部なんですね今のところその日本語になったのが第1部しかないのでそういうの結構長いんですよ長いけどねもうね一気に読んじゃったうんでこれ今年中に第2部が訳されて第3部はまだ未定ということらしいですねうん結構ね途中で もうちょっとしんどくなっちゃってやめちゃう人結構多いんですよね。これっていうのはあのその宇宙物理学の話とかあと文革のその時代背景とかわからないとなんじゃこりゃで終わっちゃうので、まあ、それで途中で終わっちゃうとねすごい残念なので、まあ、ちょっとで、ね、今日はその導入をですねお話ししてあとは皆さんで読んでみてくださいということでございます。はい今日は中国のですね、えー、SF 小説三体 スリバディを紹介しました。ありがとうございます。